こんにちは、筋肉料理研究家リョータです。今回のメイン食材は白菜というわけで、今回のレシピはメイン食材鶏胸肉と白菜だけの炒め物。味付けは鶏ガラスープの素と塩であっさりながらもコクうま。白菜は茎と葉で切り方を変えて食感のバランスも取れた一品に仕上げるで。それでは早速調理開始。まず白菜の芯を切り落として茎と葉に分けるんや。茎を3センチ幅のそぎ切りにするんや。そぎ切りにすることで火の通りが早くなる上、調味料も絡みやすくなり食感や甘みもより引き立つんや。というわけで葉をざく切りにするんや。鶏胸肉は繊維を断つようにしてそぎ切りにするんや。切った鶏胸肉は片栗粉をまぶしておくんや。油を熱したら鶏胸肉を中火で色が変わるまで炒めるんや。さらに白菜の茎を加えてしんなりするまで混ぜ炒めるんや。白菜の葉を加えたら料理酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2、おろしにんにく小さじ2分の1、塩小さじ4分の1、黒胡椒少々を加えて全体になじむまで混ぜ炒めるんや。お皿に盛り付けたら刻みネギを散らして完成や。味の感想はどうや。しっとり鶏胸肉に鶏ガラのコクと白菜の甘みがよく絡んでお箸が進む。白菜の芯は表面が程よくとろっと、中はシャキッと、葉は程よくザクザク感が残ってて食感のバランスもバッチリ。これは食べてダイエットに成功すれば腕周りの血管に白菜の両面隣に映ってるよと言ってもらえる一品に仕上がってるわ。言われてもあんま嬉しないんやけど。というわけで材料2つで簡単コクうま高タンパク、ダイエットはもちろん白菜消費にもおすすめの一品、ぜひ作ってみてや。チャンネル登録と高評価もよろしくやで。